エフフォーリアを担当されていた成田さん、はい、よろしくお願いします。引退ということになりましたけれども、はい、聞いた時の気持ちというか率直なお気持ちはどうだったんでしょうか。本当に引退っていう言葉を聞いた時は、うん、半分なんとかこの時期だから、うん、半分は予想はしてはいましたけど、うん、本当に引退って言葉を聞いた時は本当にもうショックというか、うん、ショックとあと無念っていう気持ちですね。やっぱりここ二走で二走というか有馬記念のあたりから調子も上げてきましたし、うん、ちょっとねいろいろと振る舞いになったエフフォーリアに対してのアプローチの仕方とか、うん、我々もちょっとしっかりつかめてきて、はい、牧場の方とも共有してそこの辺は、はい、そういうつかめたものがあった中での、はい、ものだったので、うん、それでちょっとね今度は、まあ、春先はね右回りでしたけども、うん、得意の秋にはね府中でっていうところで、はい、うん、走らせてあげたかったっていう気持ちがどうしてもあったので、うん、はい、それゆえにちょっと本当に無念っていう、うん、はい、うん、ですね。そうですね、だんだん調子も上がってきた時、そうですね、その矢先のことだったので、うん、はい、それが本当に正直なところですね、はい。その京都記念はやっぱりその予測できない事態でもありますね、はい、まあ、それでしたけど、うん、まあ、本当そうでしたけどね、まあ、それゆえに、まあ、不幸中の幸いといえばそうなのかもしれないですけど、ね、やっぱり僕たち現地で一緒にねまたね、うん、やっぱり栄光をつかむっていうための仕事をしてますので、うん、それを考えたら、本当に無念ですね、はい、まあ、このエフフォーリアとずっと携わってこられてますけれども、はい、一番こう思い出深い出来事っていうのは、うん、ありますか。思い出深い出来事、うん、そうですね、やっぱり新馬戦の時とか、はい、やっぱりね思ってたっていうぐらいの ね、追い切りの時計が出た時とか、うん、まあ、こんなに素晴らしい馬さんなのかっていうのが、うん、はい、初めて、はい、そこでいい馬さんだっていうのは分かってはいたんですけども、うん、それほど素晴らしいのかっていう、はい、そこで実感したなんか掴めたものがあったので、うん、はい、ジョッキーもね新馬の時からすごくこう、はい、ね、いい馬だっていうのは、ね、はい、言ってましたよね、でそこから、重賞を勝って京都通信杯勝って、はい、クラシックに取ってっていうところでしたけれども、はい、どのレースが印象に残ってますか。そうですね、一番やっぱりびっくりしたのが京都通信杯ですかね。その時まだ重賞、重賞に入ってどうかとか、あとまだ余裕残しの仕上げだったので、それでパフォーマンスを見せられるっていうのが本当にね考えてもいなかったので、それでパフォーマンスを見せれたっていうことを考えたらこの後はどうなるんだろうっていう可能性が一気に広がったので、本当にびっくりしたレースでしたね、はい、まあ、今後はね第2のバスで過ごすわけですけども、エフフォーリアにこうメッセージはありますか。そうですね、本当にねいろいろとこちらに来たら本当に大変な思いばかりしたから、まあ、今度は本当に、まあ、種馬も大変かもしれないですけど、ね、まあ、こっちのストレスとはまた違うでしょうから、ちょっとリラックスしろよと、美味しいもの食べさせてもらえよいっぱいと、はい、エフフォーリアなんか人参とか好き。人参とかよりもそうですね、普通に貝場食べてるのが好きな子ですね。なんか京都記念の後も貝場をバクバク食べてるはい、いうような話は。そうでしたね、本当ケロリと、出来事は何だったのかっていうぐらいケロリとしましたから、ね、そうですね、はい、まあ、そう考えるとまだ次もっていう気持ちももちろん終わりなんでしょうけれども、そうですね、うん、はい、そこはもう、はい、この先を考えたね上での、はい、いろんな方の判断で、はい、それは素晴らしい判断だと思いますので、はい、ですね、最後にすごくファンの、ね、多い山さんだったので、はい、ファンの方にメッセージいただけますか。はい、今までエフフォーリアの応援本当にありがとうございました、本当にいい時期も早くいっぱいあって、辛い時期がねいっぱいあった分、その分ちょっと得意の府中でいつか見返してやろうって気持ちがあったので、皆さんの前でまたいいパフォーマンス見せれたらと思ったんですけど、まあ、それも叶わなかったんですけども、今度その分エフフォーリアの子供が出てきたらその子たちを応援してあげてください。よろしくお願いします。